今回は、プロエッジ BFJ 公式木製バット、岡本型ですね、バーチ素材、限定新商品ご紹介していきたいと思います。えー、今回もですね、こちらのモデル、まあ、3タイプっていう形で、坂本、 T6、そして岡本モデルとしてですね発売してきております、そして素材が軽量バーチという形で非常にですね近年当たり前になってきている800台、ですねさらにですね850に近い860平均にて作っているこちらの。 モデルとなっておりますでバーチの素材の方がメープルより柔らかくそしてアッシュより柔らかめという形で見ていただければと思いますそしてメープルより若干、えー、しなりがありますただですね硬い部類に入りますので、えー、それから入りの方は、えー、若干メープルよりありそしてですねはじ、えー、きの方も、えー、アッシュよりあるという形で で非常にですね硬、えー、くそして、えー、この目の詰まっているところですね均一そしてですね、えー、しっかりした打感が望めるこちらのバットとなっております、えー、もちろんですねプロでもですねこちら好んで使っている選手もいらっしゃいます、えー、そしてこちらの岡本モデルなんですけれども当、えー、店でも人気のモデルに、えー、早速なってきております、えー、グリップエンドフレア型 なってておりまして、えー、細くです、ね、こちら絞り込んでトップバランスという形で作っております、そしてですね、えー、こちら細くすることによってヘッドの利きをですね良、えー、くしているという形になっておりますので、えーまあ、パワーバッター向けではあるんですけれども、まあ、そのようにですね振る選手、えー、好きな選手等がいると思いますので、えー、ヘッドを利かせたスイングですね。 が好きな選手はもってこいのバットかなと思いますそして間違いない軽量のバーチの素材ですのでぜひですね、えー、見つけた際手に取っていただきそしてですね気に入りました使っていただければなと思っておりますでは間違いないですね SSK プロエッジの BFJ のバットとなっておりますのでこちらのバットの方もぜひですねお勧めさせていただきたいと思いますではこちら以上ですありがとうございました